どうも、福山浩平です。今回、将棋ウォーズ実況第2回ですが、前回に引き続き、地方ロケの撮影先のホテルの部屋から、お届けします。前回の第1回の配信見ていただけたでしょうか。1月29日に配信したもので、相手は3級の方だったんですけども、辛くも、勝利を収めたという内容だったので、まだの方はぜひそちらも見てみてください。早速ね、将棋を指していこうかなと思うんですけど、ちょっとその前に、今日ですね、撮影を終えて、もう一っ風呂浴びて今もうものすごく気持ちがいいので、ちょっとね、我慢できないんで、一口だけすいません。よっ。いやいやいや。それでは、今日も一日お疲れ様でした。こっちか。よし、気合を入れて今日も楽しくおしゃべりをしながら将棋ウォーズ実況をやっていきたいと思います。それでは対局開始。さあ、相手の方はどうなるか。お前が後手だ。2級の方ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回第1回の時はですね、相手は四間飛車で来られて、まあ最後なんとか寄せ切って勝ったという内容だったんですけど、今回相手は2級の方、2連勝中ということで、やっていきたいと思います。得意戦法が筋違い角とのことだったので、さあここで角交換、いやそうですね、でこれ銀で取って多分ここに角を打ってくるんだと思います。はい、来ましたね、筋違い角ということで、でこれは確か腰掛け銀の形に組んでいくのが対処法だった気がします。で今日はですね、まあ、僕の今までの将棋遍歴とかを話しながら、ちょっと配信していけたらなと思ってるんですけど、まずは、金上がって、そう、筋違い角こう一歩気を抜くとね、ボロボロと駒を取られていつも僕は負けてしまうイメージがあるので、慎重に慎重に指していきたいと思います。さて、金上がってで、まあ、前回将棋ウォーズ実況をしてみましたけど、見てくださった方いかがだったでしょうか。僕はですね、まさか自分でもね、こう将棋ウォーズ実況やってみようとこうやってやることになるなんて思ってなかったんで、ちょっとね、まあ僕的にも楽しんで配信できたので、今回もね楽しくやれたらなと思います。で僕ね、将棋を始めたのはね、今でも覚えてるんですけど、小学校の頃なんですよね。あの図書館に将棋っていう、こう黄色い背表紙に黒字だったかな、その本が置いてあって、そこには本当に基礎的なこう駒の動かし方とか、あとは本当に基本的な戦法が書いてある本だったんですけど、それを見て、あ、将棋ってこういうもんなんだなっていうのをこう感じたというか、覚えた記憶があります。でね、父親がちょっと将棋させるので、そこからそこに書いてある戦法を親父相手に試してはボロ負けして、試してはボロ負けしてみたいな、そんなことを繰り返しながらですね、まあ、小学生ながらに駒の動かし方ぐらいはわかるみたいな、そんな感じでした。でそこから、あ、そうか、間違えたな、間違えたな、間違えちゃった、どうしよう、ちょっとすいませんね、早速ピンチだ。歩突かれて、どうしよう、桂馬跳ねる、同飛車、歩を伸ばす、取られる、歩を伸ばす、いやー間違えちゃったな、どうしようかな、早速分かんなくなっちゃいました。あのね、筋違い角僕苦手なんですよね、すごく苦手です。やられたらどう対処していいか分かんなくなっちゃうんですよ。どうしよう、そうですよね、ついてきて、でこれ同歩と取るとここに歩を打たれて、早速まずい展開、まずい展開だな、いやーちょっとしんどいですね。早速7分、いやーなんかボロ負けする予感、2局目にしてボロ負けする予感がしてます。将棋遍歴どころじゃなくなってきた。1回振り受けて、
将棋ね、その後、まあ中学校、高校となった頃ぐらいに将棋ウォーズ、このアプリを見つけて、スマートフォンで将棋を指してたんですけど、いやー、厳しいよー。そっからね、その高校時代ぐらいはまあ2級ぐらいだったかな、多分2級ぐらいだったんですけど、そっからまあ大学に入って、藤森さんと出会って将棋をもう一回ちゃんと勉強しようと思い直して、1級になって、そっから1年ぐらい前ですかね、ようやく初段になったという感じで、その間にいっぱい将棋連盟の将棋道場にも行きましたし、あと将棋ウォーズもたくさんやりましたし、そうですね、地道に地道に努力をしてここまで来たという感じです。相手2級の方なんですけどね、筋違い角本当に嫌だな、どうしようかな、どうしたもんじゃろか。一回ちょっとこの角の利きを止めてみます。これが合ってるかは分かんないけど、で、同歩としてきて、してこない。これは、同角。同角ですね。飛車ぶつけて交換する手もあったと思うんですけど、なんだかこっちは飛車打たれたらちょっと嫌だなっていう感じで、相手に、まあ、こことかに飛車打つスペースもあったんですけど、これで、次ここに歩を打てると、ちょっと逆襲できるかなという感じ。この2号の手に歩を打てると逆襲できるかなっていう匂いがしますね。なので、ここ、銀を上がって、3六銀。で、歩ついてきて、銀出て。うん、ちょっとそういう感じで行ってみようと思います。いやー、負けるわけにはいかないですよ、2戦目で。さあ、角が出てきた。ここ悪いけど、歩で蓋をして、角取りに当てて同銀と、角切ってくるんですかね。角切ってきて、でも角切られたらこっち優勢な気がしますけど、どうなんだろう。次ここに飛車成りのスペースもあるし、これで角とか引いてくれるとまだなんとか戦えそうです。いやー、やっぱりね、自分が、これやっぱり、相手がいる、まあ、競技というか、ものなので、どうしてもこう、得意な戦法、不得意な戦法っていうのがあって、相手にした時に、これで来られるとやだなーっていう戦法の一つが、この筋違い角ですね、僕は。次ここに歩を打たれると、桂馬が取られてしまうので、角の利きを止めます。合ってるかは分かりませんが、とりあえずね、この角に縦横無尽に働かれるとこっちがまずいかなと思うので、とりあえずそこを抑え込みに行けたらなと思います。でね、将棋遍歴の話に戻ると、小学校中学校ぐらいまではね、父親には全く勝てなかったですね。やっぱり昔、やっぱこうなんていうんですか、父親世代の人って将棋とかをこうやっぱ身近に遊んでいっぱい指してた世代だと思うので、それはね、ちょっと勝てなかったですね、なかなか。いやー、間違えたかな。ただまあ高校生ぐらいになるとちょっと勝てるようになってきてぐらいの感じでした。いやー、桂馬取られちゃいましたね。とりあえずでもこれで飛車先押さえて、角をいじめに行きながら、この4筋の突破を狙ってなんとか勝ちたいなという感じです。でもこの歩成りも入るし、厳しいなぁ。厳しいなぁ。出て、歩成りですよね、多分。うん、飛車浮いて、次5筋に展開していこうかなっていう感じです。いやぁ、ちょっと、まだ全然終盤ですけど、ちょっとなんか僕としては嫌な展開かなと思います。でね、まあ、こう、いろんな将棋の楽しみ方があって、もちろん真剣に指すっていうのは当たり前なんですけど、こう友達とお酒を飲みながら将棋を指すでもよし、あとは、まあ将棋が指せるお店に行って、いろんな知らない人と指すのもよし、なんかいろんな
楽しみ方があるゲームで、やっぱこう同じ盤面がなかなか出てこないと、ほとんど出てこないので、やっぱ飽きないんですよね、やってて。それがこの、まあゲームの魅力かなというふうに僕は思ってるんですけど、だからね、まあ、もちろんこう真剣に将棋ウォーズやるのも大事ですけど、こうやってたまにはお酒飲みながらとか、そういうのも僕はいいんじゃないかなと思ってます。だからよくこういうロケとか来ると、ホテルで友達とテレビ電話つなぎながら将棋指したりとか、することは結構ね、よくあって、それはそれでね、かなり、面白いですよ。すごく。普段別にいろんな話しながら、こう、将棋を指して、楽しく、ワイワイ盛り上がる、みたいな。そんなこともできるので、すごく、なんて言うんでしょう。いいゲームだなと思います。さあ、これで、各金両取りの、ふんどしの K ですね。入りました。これでなんとか戦えるかな。角出てきた。角が出てきたけど、歩ついて同角、桂成り、同玉、角成りみたいな手で、行こうと思います。さあ、これが決まれば、なんとかこっちが逆転で優勢になるかなという感じ。どうなるでしょうか。桂成り。桂成りが入ると、ここの角の利きが通ってきて、ちょっと、ワクワクしてきますね。来た。はい。飛車で取ってきましたが、相手と金2枚あるんですけど、まだ王様まで遠いので、ここで一気に勝負をかけたいと思います。勝負かけたいと思いますというか、これは、勝ちですね。詰みましたね、多分。5-3飛車成り。で、これ勝ったんじゃないかな ?5-3 飛車成り。角成りか。5-3角成りで、ん?どっちでもいいのかな?これでも勝った気がします。5-3飛車成りで、6-1に逃げたら6-2金までの詰み。4-1に逃げたら、3分。ま、竜を1個寄って、一間竜ですかの形になって詰むと思うので、これは勝ったぞ。さあ、気持ちよく、逆転した気がします。これで1個、竜を寄って、で、ここに何か合駒をしてくるんですけど、ここに金を打てば、相手詰むので、これは勝ちましたね。いやいや、ドキドキしたな。さあ、最後まで。相手の方2級ということだったんですけど、で、筋違い角で、相手の得意戦法で攻めてこられて、なかなか序盤、ちょっとね、ミス、この右下の方でミスをして、やばいかなと思ったんですけど、なんとか粘って粘って、いいところまで持ってこれたんじゃないかなと思います。はい。相手投了ということで、勝利となりました。これで、初戦からまあ2連勝ということで、28級に昇級となりました。最後、まあ相手がどのように罪だったのかだけ見て終わりにしたいと思います。はい、場面を進めて、ここら辺から、いきますかね。先手後手、僕が後手番だったので盤面が反転してますが、7七銀で同桂、で歩ついて桂馬を取りに行って、これ金上がってきたのは多分、なんだ、まあ、ここの地点を厚く守ろうということだったと思うんですけど、このおかげで、7七歩成、同桂、この両取りの桂が良かったなと、気持ち良かったなと思います。で、角が逃げてきたんですけど、これでさっき飛車の利きを止めてた、この8-4の歩を1個、8-5に進めたことで、ここに角のラインが通って一気に、この5-3の地点に殺到する準備ができました。で、相手が、8-5飛車で取ってきたんですけど、これで、5-8桂成りとしたところで、この5-3の地点の守りの駒がなくなったので、もしこれ同玉と取られなかったとしたら、まあ、飛車成りとかから、こうガシガシ攻めていけば、金が2枚こっちもあるので、勝てたんじゃないかなという感じですね。で、この本譜は5-8玉といって、5-7竜、6-9玉で、ここで竜を最後1個寄ったところで、相手の方投了となったんですけど、まあ最後、何かここに例えば、そうだな、銀とかをこう合駒されても、
5八金打ちまでの詰みということで、今回勝利を収めることができました。またですね、初段そして2段を目指して頑張って配信をしていきたいと思いますので、今日はここまでご覧いただいてありがとうございました。福山浩平でした。